運命の道を行こう。侍魂よ。
来るがいい。読まれるものか、解放を願うのか。やっ、ここで攻める。乾いた風に触れ、残されし時を。やっ、はっ、喰らえ。やっ、よし。
無駄にはしない運命の道を行こう。やっ来るがいい。やっ流れは今変わる。どこを見ている。魂のままに。やっ！はっ！やっ！くらえ！運命の道を行こう。ここで攻める。
旅は終わらせない。はっ、立てろ。血の気が多いな。来るがいい。このまま一気に。無駄にはしない。よっ！はあ！ふっ！はっ！はっ！
取り戻して、それで失ったものすべてを。お姉ちゃんならきっとできるって。そうか、すべて取り返すさ、お前と一緒に。世界の終わりに最後の血を流そう。この先へ踏み込んだらもう戻れないクポ。こうなったらモグも音もするクポ。モーグリ、ここで待っていてくれ。お前には灯火になってほしい。カオスにさまよう魂を照らしてくれ。クポお前は目立つからな。きっとセラはお前の輝きを目印に帰ってくる。笑って迎えてやってくれ。お任せクポ。輝ける神ブーニベルゼ、たかが人間ごときの力でお前を倒せはしないだろうな。けれど私は人ではなくなる。神の手で作り変えられた私は死を導く者となって、お前をカオスに連れて行こう。彼は永遠の夢を見た。この世界が永遠に続くことを望んだ。この世界に終末をもたらす者と戦った。けれど彼の夢に反して世界は死に瀕した。混沌の女神エトロが滅んで世界を巡る力の循環が絶えて全てが狂った。そうして彼は気がついた。巡り巡る見えない力が世界を支えていたことに。それは人の心、思いと命。女神は死にゆく人の思いを受け止めて、生きる人の心に力を送っていた。しかし女神は滅び、循環は断たれた。この世界はもう救いようがないから、彼はやり直すことに決めた。新たな世界の創造、彼ならば万能のブーニベルゼなら形あるもの一切を思うがまま創造できる。代わりに彼は形なきものを、目に見えない心は作ることも集めることもできない。だから任せることにした。永劫の時に耐えた魂をつなどるためにしもべを使わした。解放者、神の命を受け魂を選ぶ者。魂を選ぶだけか。ただそれだけではないだろう。
神は私を作り変えようとしている。限られた時の中で魂を選ぶ試練を課された私に、神が求めた真の使命は消えた女神の身代わりだ。世界を支えるは生死の循環。女神エトロなき今、新たな世界に新たな女神を。カオスの彼方に君臨し、死せる魂の思いを人の心に送る女神となれ。ああ、なってやるさ。お前が望む女神じゃない。お前を倒す死神だ。